ここは釣りの名所。波が荒く、うねりの大きい鹿島灘に防波堤が伸びる。この南防波堤は現在 2.7キロ、将来は約4キロに達するという。鹿島開発計画の最大のポイントは、この海辺を掘って人工の港を作ることにある。深さ16メートルという世界で最も深い人工港ができつつある。将来は20万トン級大型船が入港でき、貨物取扱量は8000万トン、日本最大の港横浜の 1.6 倍になるのだ。今掘り込み作業が盛んである。最新鋭の砂を掘削し運ぶモータースクレーパーがフル回転である。開発されていく港の向こうに取り残されていくもの、もう漁業ができなくなった船の群れ。